チャールズ・コーツワース・ピンクニーチャールズ・コーツワース・ピンクニーはアメリカの政治家である。連邦党の有力者として活躍した。外交官、軍人のトマス・ピンクニーは弟。また、政治家、法律家のチャールズ・ピンクニーは重邸である。1746年、サウスカロライナ植民地チャールストンにて生誕。父は、サウスカロライナ州の司法長官を務めた政治家。 チャールズ・ピンクニー、母はプランテーションの経営者エリーザ・ルーカス。幼少期にイギリスへ渡り、オックスフォード大学に入学。また、フランスのカーンでは陸軍士官学校で学んだ。1769年にアメリカに戻った、ピンクニーは故郷チャールストンで弁護士として身を立てた。アメリカ独立戦争の際には大佐として従軍した。ブランディワインの戦い。 ジャーマンタウンの戦いにおける戦闘で、ジョージ・ワシントンの副官を務めるが、いずれも敗退。1777年に、ジョージア州遠征し、サバナ攻撃を行うが、1780年に、チャールストンが陥落すると、イギリス軍の捕虜となる。解放後の1783年、順勝に昇進した。 1887年には合衆国憲法制定会議の一員に選出され、奴隷制廃止に反対するとともに、宗教審査を禁止する条項の明文化に尽力した。1796年、ピンクニーは中仏講使に任命されたが、フランス総裁政府はこれを拒否。外相タレーランは代理人を通じ、 国交正常化交渉開始の代償として、賄賂や借款を供与するようほのめかした。このことが原因で、米仏間に戦線布告なき改選が行われた。1800年に副大統領選に、また1804年1808年には大統領選に出馬したが、いずれも果たさなかった。ありがとうございます。